行 Vlog。 これスキャンしてドリームスキャンだ。写真撮っといて動けるよ。今どこ？まずバン。ということでこのね改札さっき見せてないわ。今この改札でグレッシュしてここしてミーして今キャンセルしますけど、それをしたらこれが出てきました。これをね今からタップして駅に入っていきたいと思います。来た、すげえ。なんか切符じゃなくてこういう形なんですね。なんかギター弾けそう。ギター弾けそう。そう、あれで。そうそうそう。もうお母さんと僕一緒なんです。一緒の。はい。入れるんだ。入れるんだ。Go straight. And turn right. Down. Okay, down. Thank you very much. あ、いました、いました。で、なんかめっちゃみんな綺麗で。そう。みんなめっちゃ綺麗だし、なんかみんなネイルしてて爪とか、あ、なんか日本とまた違うなと思って、おしゃれめっちゃしてるじゃんと思って。でもあのチラッて見えたんですけど、見てるもの TikTok で、日本とは変わらない、日本の JK と一緒だったわと思って、はい。うわ、やばいですね、暑っ。だって空港こんな暑くなかったですよね。暑さなんでしょうね。うわ、暑い。うわ、やばい、これめっちゃテンション上がる。すごい。これだって見てましたもん。え、これはやばい。やばいでしょ、これ。これちょっと撮っていいですか？めっちゃタイだ。こんな感じですもんね、梅雨の。なんかタイでもこんなこう白人の方いるんですね。白人って感じで強い。そうですよね。うん。日本国政府が国際協力銀行を通じてタイ高速度交通公社に行った資金協力に対する感謝の意を表して設置されました。一緒に立ってたんですね。なんか中は涼しい。涼しい。あ、チケット売り場あるかな。ありました。やったやったやった。はい、今度こそ駅名があると思います。どう一人でこれで33。はい、いいですか。あ、はい、お願いします。お、黒色だ。え、何も書いてない。何も書いてない。大丈夫これって大丈夫これ日本で。でもじゃあそっちの駅は降りれないわ。あー、ちゃんとそうかもしれないですね。でもそれより前だったら歩けだと思いますけど、降りれるけど、はい、すごいねこれ。すごいこれ。よし、行きましょう。思っているより綺麗な駅、地下鉄。結構いい感じに空港から出れましたね。楽しみつつ。ね、ご飯も食べて、セブンイレブンも行って。
ということで、先ほどまで一緒にいた、機内の隣の席の方とはバイバイして一人になりました。今からはですね、早速ホテルねチェックインしに行きたいと思います。よいしょ、またホテルのチェックインするところからね回していきたいと思います。よいしょ、はい、行きましょう。バッカ暑いんですけど、無理だ無理だ無理だ、バカ暑い、暑すぎて、湿度湿度暑すぎる。だいたい10分以内には着くみたいなんで向かっております。待って、 KFC ある、パルダチャイナタウン、なんかここ大きなショッピングモールっぽいですね。スターバックスもあるし。 Welcome to Chinatown、 Yay。 あ、そんなことよりね、暑すぎる、バーカー暑い。しかもこれやばくないですか、これよく渡るよね、これもう死んじゃうんだけど、こんなの渡ったら。何言ってんだろ、これ宝くじだ。あれだ、スクラッチみたいなの売ってますね、多分、知らんけど。こうね、一人で歩いてる、そして一人でこうやって喋りながら歩いてるんですけど、熱いしか言葉が出てこない。うわ、うまそう、なんか食ってる麺、食いてえ麺。まだ動画では言ってないんですけど、この後、バンクーバーで出会ったね、カナダの弟、ピースウィットにね、会うということで、はい、それもお届けしたいなと思います。この前の人についていきたいと思います。ああ、怖いな。一応信号あるんですね。信号あるんだ、信号あるんだ、あるのか、だから一応止まるのか、こうやって怖いじゃん、熱い、死んでしまうんだけど、本当に本当に暑すぎる。はい、まあ、ホテル着いたらまた回します。はい、行きましょう。バッグ綺麗、バッグ綺麗。到着しました。暑いんだね、暑いよね。